あ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。さあ、今夜もお願いしたオードブルの深夜アニメしてる FM ギノワンから今夜も生放送でお送りします。オードブル松田健吾です。あ、始まってしまいました。はい、もこもこ年です。お前、始まる、本番始まる 0.02 秒ぐらい前に、セックス楽しいだろって言ったな。セックス面白いだろ。面白いだろうか、うん、よくわからん。わからんだろお前、ここだけ切り取られたら。お前メディアかや。お前ここだけ切り取る。悪いメディアかお前は。俺は悪いメディアだよ。俺は、うん、ここだけ切り取るの。お前の悪い部分だけを切り取って皆さんに今後お送りしていくんだから。悪すぎるだろこの報道の仕方。俺文春より立ち悪くお前のこと報道していくんだから。今後も今のはもうほんとひどいよ、うん、何がなんかセックスだけを切り取ってるわけ。あ、そうです、もちろんそうですよ。そこまでの前振りがあったわけでしょ、はい、いやいや全然なかったですよ。なんか急に喋りやしたなと思ったらセックス面白いだろって言い始め。違う違う、エンターテインメントとして見てらっしゃるんですか。いや違う違う違う、ツイッターが X に変わるよって話からからの派生の話だろ、うん、あ、そっちか。急に俺がセックス面白いだろって言うわけないだろお前。セックス面白いだろ。お前言いかねないさ。ちょっと何の真似ですか、ごめんなさい。いや、この前、小沢劇場で来ていただいてましたから、キャンニーが。セックス面白いだろ。普段の元氏のモノマネね、それね。あの本番とか舞台上じゃない時の元氏のモノマネだから、今日も本番終わったらあの喋り方になりますもんね。本当に良くないことをしたなと思ってて。何が。人の名前を出しといて、はい、受けないって一番良くないな。いや、受けてましたよ。受けてはなかった。受けてましたよ。めちゃくちゃか、めちゃくちゃ受けてましたよ、ちゃんと。あら、とてもよ、とても良くないことをしたなと思って。そんなもないですよ、別に。そうなんだよ。仮名ですからね、あくまでも。まあ、確かにね、仮名だから、はい、仮名ですからね。なんかお前いつもバカだよな、墓穴掘りに行くような人生。なんか何をおっしゃる。え、別に仮名ですから。仮名らしいです皆さん、はい、仮名でした。そうですよ。仮名高級です僕。あ、なんかカメラのバランスを、ね、あす、ホワイトバランス、ホワバラを今、ホワバラを今調整してますね。あだすあだす、あだす、ありがとうございます。あだすあだすあだす、はい、そうですよ。あ、え、今日もたくさん来ていただいてます。ありがとうございます。ツイキャスも、あらだ、お笑い推しコータ、あーだす、キャンマーブのラジオ行けお前は。キャンマーブじゃないんじゃない。まだキャンマーブじゃない。まだキャンマーブやってんの。じゃ、なんととも。だったぜ、キャンマーブでしょ。前はハイパーでしょ。ハイパーね、うん、そうだよ。ハイビスカスパーティー略してハイパーね。ハイパー、ハイパーね。俺しか呼ばないやつね。ハイパーっていうコンビ名ありそうだしな。もはや俺しか呼ばない呼び方、ね、あ、お前しか呼ばないやつ、ね、そしてシップサーダス。あ、いや違う、間違った。久々に久々にいらっしゃったと思った。違う、間違ってる。すいません。お今晩初見の車でやるならビッチモーターです。あー、ちょっ、ビッチモーターいいな。8ポイント最高だな。ビッチモーターめっちゃいいじゃん。8ポイント入りました今。何を嘘ついてたから、どのパーツを、わー、どういうことなんだろう。ビッチモーターは何を整備してくれるんだろう。ちょっと過去一のベスト3に入りますね。ベスト3はビッチモーターいいですね。さすがっすね。めっちゃツイートされそうじゃん。ビッチモーターとつまれね、デコボコのデコね。ありがとうございます。いろんな意味で追突されると、あと ずっと後ろから、ほら、これはあの、はい、あれです、あの、ちゃんと満足して寝て大丈夫ですよ。あざーって気持ち。満足して寝てください。今日も満足して、今日一日は満足して寝ていただきたいですね。今の、過去1レベルで、過去1レベルのビッチモーター、今のこのタイミングでやるからいいですよね。いただきました、ありがとうございます。最高です、ビッチモーター。みんな意味わからないと思うんですけど、ビッチの意味はね、あす、はい、あとはカープボーイさんと、あ、響き先生、こんばんは。初見の響き先生です。嘘つけ。ありがとうございます。嘘つけ。何回も見に来てる、はい。お願いします。あ、どうも初見のキャンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。突っ込まないでおきましょう。やっぱカープボーイじゃないよ。なんでよ。見てみよう、オードブルさん、皆さんこんばんはって。うん。綺麗に、ああ、打ててますから、今日も。それもあるし、オードブルに3つけてるしな。ほんとだ。なんか、今日偽物ですけど。なんか、悲しいな、ちょっと。今日ソフトバンクボーイですけど。いやー、ちょっと悲しいですね。今日ソフトバンクボーイ。さん付けされるのはちょっと悲しいです。さん付けされるような、ね、間柄じゃないやつだけどな。バチバチにやり合ってるのに。
お前、俺分かった、俺分かったわ。それはお前アンチできるわ、お前に。お前にアンチはできる、それ。俺アンチいないよ。え、いなかったっけ？どれどれ？マリアさんピーザーにかアンチいた。あいつ前面だよ。前面？あいつ前面だから。お前さ、あからさまな年上の女性つかまえて、あいつやめる、お前。あいつ前面だから。心のとこだから。俺、心の友って人のこと言ってるやつ一番信用できないんですよ。そんな簡単に心の友ができると思うなよ。なあ、親友って心の友って書いて親友と思ってた。気色悪いや。固くんで酒飲みやってなかったから。固くんでもなかったし、一定の距離感保って酒飲む。ダッサダサくはないだろ。ダサくはないだろ、別に。なんだわ、心の友って。見てみても、聞きにも来ないぜ。かわいきもくれてあざすお願いします。皆さんありがとうございます。チェッカーさんあざす。チェッカーさんあざす。チャンナナもチャンナナもチャンナナも今日泣いても笑ってもラストのメールを。あ、なんか言ってたね、そういえば。な、当分からなくなるんだったっけ。言ってたな。じゃあ今日はちょっと、うん、もういや仕事が忙しくなるから、うん、送らないって言ってるじゃないですか、うんうん、その起きてから寝るまでずっと仕事してるのかな。いや違う、朝が早いわけよ。朝は早いんでしょ。疲れるわけさ。疲れはするよ。11時寝たいさ。おお、寝たらいい。こんなとこに労力使ってる暇ないだろ。寝たらいいじゃないですか、それは別に。ん、 寝ていいじゃないですか。あ、だからメールが送れないよって。メール送れますよ、だって。メールは前もって送れるんだから。違う、ちゃんとツイキャスにコメントできないは分かるよ。だって生でやってんだからさ。いいさ。メールぐらいは送れる。お前、奈々ちゃんが決めたことにも送れる。メールぐらいは送れるって多分、だから昼休みとかなんかバタッと打てるでしょ。奈々ちゃんが決めたことに文句言うな、お前は。いや、文句しか言わない、俺今後。なんでよや。奈々ちゃんも決めたって心に。心に？だから、うん、わざわざ前もって送るほどの番組ではないってことですよ。皆まで言うな、お前は。ナナちゃんがそっと言わなかったことを皆まで言うな、お前は。皆まで言うよ、俺は。ダメだよ、お前。どんまい。皆まで言おう。ということで。はい、ありがとうございます。あ、ミラクゼロさん、まだす。あす。こんばんは。あ、もうその話はやめてください。あす。麻雀初心のね。よろしくこんばんは。深い傷を負った。あす。なんかあった？なんかあった？あ、もうここは別に、あの、ここでは受けないんで別に言わないです。あれ？どこやでもそんな受けてない。別に。あ、仲間内だけです、あの、面白いのあれ。あす。あす。はい、ありがとうございますね。はい、という感じで。今週も喋りますか？うん、喋ることないんだったら今日ないないって言ってもらえるわ。あ、美里さんこんばんは、ありがとうございます。特にないんだったらないでいいですよ、本当に。で終わる。いや、あの、あれです、あれ、あれ、何ですか、あの、あれです。なん、どうですか、どれですか。本当にどれですか。あ、こういう時恥ずかしいなっていう話があるんですけど。どれですか。僕、あなたの恥ずかしそうな話いっぱいありますけど。ないよ。なんすか。何よ。いや、多分ここで言えないやつです。そんなのしないよ。この前喫煙所で聞いたやつとか。ああ。この前小座の時に合間で聞いたやつとか。ああ。じゃあ小座の前日にちょっとまたパーリーナイしちゃったんで。はい。ちょっとまた、あと後ほど。あ、そうです。あの、皆さんお察しのとおり女関係です。いやいや、はい、そう。ねえ、そう。なんか、お前さ、お前なんでさ、そんなさ、自分のさ、うん、女関係をさ、なんか隠そうとするの。え、なんでお前そんな隠そうとするの。別にお前目、お前のジャニーズみたい、矢の顔番いないからよ。いや、ほんと困っちゃうから。困っちゃう、困っちゃうから。は、前歯かけてるデブが何言ってるわ。困っちゃう、やっぱね、これでね、困っちゃう。あーってなるわけで。なら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 えーってなるわけでしょ。なら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 、俺もマイクロ炎上みたいなことじゃ。なら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 。隠し通さんと、お前。いや、隠し通さなくていいですよ、あなた。別に。いや、だから逆に言ってたら近づいていいのかなみたいなのあるかもよ。あれっすよ、だからなんすか。別に隠すことはないんで。あ、そうすか。別に。あ、じゃあ言っていただいて、ご自身の口から。あ、だから今最近はそのシチュエーションをうんで楽しむっていうね。何をですか。セックスを。皆さん、先週はうんこでした。あ、来たな。マリエ来たぞ。皆さん、先週はうんこでしたけども、はい、今日はもうもっとひどい話。あの、しんどい方は本当にもう今日お休みしていただいても構いません。先に行っていい。はい。うぇー。まあ一回吐いたということでもう大丈夫ってことで。ダメだよ。バイバイって。いいなぁ、文句がいいよな。やーい、うんこうんこ。この距離感がいいよね、今回。最初は間違ってましたよ。え、間違ってないっすよ。分からんかったもん。いやいや、間違ってないっすよ。俺も分かりづらかったもん。全然間違ってない、正しいっすよ。え、サンピンさんが間違ってたことなんて一回もないんですよ。え、はい、そうっす。そんなあなただけですよ、ちょっと間違ってた。失礼しました。シャ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 。何、どの話。シチュエーションでぬうん、シチュエーションで何
で楽しむセックスを、セックスを、セックスを楽しみたい、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 お年頃になって、お年頃になって、シチュエーションで興奮するお年頃に、いや本当にありがたいことに、なんですか、ありがたい、ありがたいかわかんないですけど、もうノーマル、うん、ノーマルの概念は一旦捨てようと、そうなんですか、ノーマルの概念は一旦捨てようということで、はい、だいろんなシチュエーションがあるわけでしょ、いろんなシチュエーション、いろんなシチュエーションがいろいろありますよ、それで僕はあの特殊性癖じゃないですか、完璧な、ああそうですね、あなた鬼ほどの、はい、終わってますもんね、いや終わってないだろ、終わってますよ、終わってる。え？終わってる？終わってる？終わってる？うん。終わってる。ナダルとお前だって一応お前の方が終わってる。まあってのがあるんで、はい、一旦なんかね、そういうのを実現できるのであれば、うん、していこうということで、はい、いろんな生理貪欲ですもんね。生理貪欲、生理貪欲ですからね。いいですよ。だからうん、ずっと言ってるわけじゃないですか。好きな AV は。うん、男多めだと、男多め、あれですもんね、BL もの見てるんですけど、男多めだと最終的には女性1男10ぐらいできつい、終わってる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 、いいと、ずっと公言してましたよ俺そうですね、あなたの公言のおかげで僕は公害受けてるんですけど、あなたから気をつけてくださいね、はい、そろそろ国に訴えようかなとは、どうぞ訴えてください、はい、横に公害があるんですけど、言ってください、はい、被害があるんですけど、なんかもらえるはずよ、あ、そうですか、お金もらえますだから賠償的な、うん、それあれっすよ、だからただね、うん、1対10っていうね、はいはい、シチュエーションはさ、まあ難しい、まあまあそれこそなんか、もうでもこれは僕もちゃんと、うん、ハプニングバー的なやつに行かないとね、ああまあまあそうですね、うん、まあでもこれはもう AV だから、はあ、ファンタジー、ファンタジーのお話を作品として見て、そうそうそう、うんうんうん、だ別に現実でやったとしても、うん、人のチンコ残り9本見てもなっていうのもあるわけですよ、まあまあ僕1でも嫌ですけどね、自分以外の、ああ1でもね、はいはい、うんうん、でもハルコン出てくるでもスマブラかなんかの話してますでも、うん、まあ、1ならいけるかって、あ、他人坊、他人坊1ぐらいならいけるかって、ああそう、しんどいわ、でちょっとまあ、うん、いろいろ あって、あって、うん、1対2が現実したわけですよ、喧嘩ですか1対2の現実が、1対2の男子校対女子校の V バトルが揉めて、揉めまして、揉めに揉めまして、楽しかったですあ、1対2ならまだ楽しいんだっていう、ああそうですか、まあでも元々のゴールは1対10なわけじゃないの、元々のゴールはね、あなたのね、僕のね、うん、まあ、一段階今一つ階段を追ったわけですから、そう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 、うん、これがどこまでなのかっていう話です何段までいけるのかそうそうそう、お前が知る段言うなれやこれはまあでもそのステージを作るも大変よ、結構、いやだと思いますけど、わかんない、僕は興味がなさすぎて、はいはい、その辺に関してははいはい、わかんないですね、どういうこと、どういうこと、その無理してそこまでしてこう作りたいかって、そのシチュエーションを、でももう多分今の時期がギリなんだろうなと思ってるのもあるわけ、20代後半の、はい、多分こんぐらいでこういうのいろいろやっとかんと、うん、多分30超えてからもやらないだろうなと思って、いや、やる人はやりますよ、やる人はやるか、やる人はやる、俺やりそうだな、うん、やる、お前はやるお前は多分もっとずるむけてきてからもっとやる、お前はハゲ上がった頃に、うん、俺やりそうだな、お前はやるよ、お前はこんなこと言ったらやけど本当に遠行予備軍なんだから、お前はやるよ、ちょい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 、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってくれよ、お前変更するぐらいだったらちゃんとおっぱぶいくよ、俺は、あ、そっか、うん、素晴らしいな、その選手は持ってるんだ、よかった、でも刺激が足りないとか言い始める可能性があるからな、いや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 、それはそれはちゃんと、それはちゃんと、それはちゃんと、なんだ、それはね、ルールはルールはちゃんと、ルールは守る、それが正しい、ルールを守ってね、そういうエッチなものもルールを守って楽しまないといけない、もちろん、うん、だからまあこれはね、1個ずつ、はい、じゃあ次は1対3ですよね、1対3、マージャンかなんかですか、1対3ですよねねえ、うん、1人なんかペーシャかなんかいるんか、1人、1対3ですね、うん、一旦、うん、次節は次節、いつになるか分かんないですけど、分かんないっすら、もうてのと、とですよ、とですよ、皆さん、彼の性内の欲望はこんなもんじゃないです、一周で1エピソードで終わると思われることですよ、もっとあるんだから、本当ですよ、言葉選びながら喋らないといけないなって思うんですけど、言葉、そうです、あなただってなんて言ったって言葉 の引き出しがみんなが10ある中あったらお前 1.5 くらいで終わってる、2です、いや2もないです、あなたは、あ 0.2 のことです、 0.2 ですか、はい、コンドームかお前、いや
今のは言葉選ばなくていいわけですよ。一対十は。いや、選んだ結果ですよ。まあ選んだ結果、ね、選んだ結果ですよ。これ言葉選ばなかったら乱交って言うんですか、これ。言葉選んかったね。いや、交わる交際とか言って、ね、そうですよ。大乱交、大乱交スマッシュブラザーズですよ、これも。乱の交際。どっちにか。あの、だから、うん、ずっと言ってるわけじゃないですか。うん、お子さんがいる人がいいって。人妻だろ。人妻でいいばよ。人妻でいいんですか。人妻でいいですよ。人妻がいいって話をしてたじゃないですか、うんうん、お子さんがいる方がいいの方がやばい。言葉その方がいい。言葉選んでゴミみたいなこと選んだ結果間違ってる。お前チョイス下手すぎるだろ。人妻でいいばよ。人妻がいいと。お子さんいる方でいいんだったら最悪旦那でもいいから。やば、うん、いや人妻がいいって話をしてて、人妻にこうエロスを感じるんでしょ。がしかしとがしかし待て元氏とバイザウェイ松田健吾が現れてゲラウェイとゲラウェイとゲラウェイ変えるだけだな。不倫はダメだよと当たり前のこと言ってる。なるほどとこいつなるほど。これもう本当にみんなに言いますけど、こいつ一回稽古場で普通になあ不倫ってダメなのかなって殺してやろうかと思いましたよ本当に。あの300万払える覚悟はある。いやもちろん、じゃもちろんですよ。ダメなの分かった上で聞いてるから、うん、でもお笑いで、うんまあ、ちょっと真面目に聞いてる。ちゃ俺も分かってる、もちろん分かってる、そこまでバカじゃないから。ってのが あるわけじゃんね、もちろんね。はいはい、で、じゃあ、うん、シングルマザーならいいわけでしょったらじゃん。はいはい、バツコ持ちの件もある、三角ゼロさん、そういうこと。もちろん。うん、シングルマザーと全然いいですよ。もちろん、それならいいわけでしょったらしいでしょ。だってフリーなんですから。で、プラス、うん、条件があって、めんどくさ。大体小学生、うん、高学年ぐらいまで育てた方がいいなっていう。理由は何ですか。これあのお母さんとしてあのルーキーが終わってるわけですよ。ルーキーが終わって新人じゃないわけです。お母さん新人ではないです。あもう10年目、もう10年目以上は、お母さん歴10年目、お母さん歴10年目以上は、うん、まあ、ある程度中堅ももしくはベテランと呼んでいいのいいのかもしれないですけど、わかんないですけど僕はやっぱそこまでに達してるととてもいいなっていうのが、はい、子供もいないやつの独身の男の説得力のない言葉たるやと思いながら聞いてますけど。でもね、そこにね、わ、うん、かります、この何ですか、このやっぱ10歳となると、はい、お子さんが、まあ、大変ではあるわけじゃないですか。いや子育てって言ってそれ大変です。そうそう、もちろんね、僕らは知らないから、ね、分かんないですよそれも。でも話聞く限りやっぱ大変だし、大変じゃないですか。僕にはまだできないなと思うんで、うん、の中の、はい、女性ってとてもいいなっていうのがあって、はい、そのちょっとこうあれでしょ、このお母さん味のあるちょっとこう甘えられるちょっと大人の女性ね。だから子供の面倒も見れるぐらいこう心にちょっと余裕があるお母さんぐらいのこう年齢の方の方がこうちょっといいなとぐらいの方を甘えるわけではないんですけど、わかりますよ、逆なんですけど、でも大人の女性としてのこう一個成熟した部分がちょっと、いやもうとってもとてもいいなって思うんですよ。でまあいろんなつてがあり、まあ、これもつてというか、うん、出てるかな、素晴らしい出会いがパッとあって、 そうですか、あらまっつって、うんうん、初めてそういう方と会ったんですけど、うんうん、はいはい、予期でしたねこれも。あ伊勢までこれはとても予期でした。一半ちゃんかもしました。はい、一半ちゃん、何半ちゃん、一半ちゃんですけど、はい、10本場ぐらい。あっ10本場一半ちゃんで10本場行ったんですか。あら親続きますねマージョンって便利だね。通訳してってことで、通訳だよね。チェッカーズボさん、まあ、一半ちゃんっていうのが、まあ、一回抱いたんですかっていう質問でございまして。一半ちゃん一回抱いたんですかの対しての、一半ちゃん十本場っていうのは、めっちゃ長かったよってことです。だいぶ濃厚に。どういう、だいぶ濃厚に。だいぶ濃厚に、行きましたね。だ次の日ほぼカルピスの現役ぐらいの。次、小沢お笑い劇場だったんですよ。でしたね、うん。多分5時ぐらいまで一緒にいました。ああ、だから眠そうだったんですか。眠そうでした。とっても頑張りました。はいはいはい、はい。チーズぐらい濃厚。ああ相当濃厚だな。ですね。濃厚です、うん。いいじゃないですか。楽しかったですね。ってのを最近あって、うん、他何かあるかなーってのがあるわけですけど、はいはい、まあちょっとこれは言えないなーってのがいっぱいあったんで。あ、そうなんですか。そうそうそう、これは僕まだ聞いてないんですか、何でも。あ、1個言ったじゃないですか。うん、1個言ったじゃん。どうですか。いや、1個言ったさ。本当のかな。じゃあこれもうこれ行ったら終わるから俺が行ったら終わることをしてたらダメだよ。したいなってだけよ。あ、したい願望、願望です。はいはい、はい、だこれをうまく、だ今回の人妻というか、はいはい、ああいううまい切り崩し方ですよね。あ難しいですね。
もちろん触れない。大丈夫。これは触れない。はいはいはい、もちろん、ちゃんとやる。ちゃんとやる。はいはいはい、けど、その、あの、うまい切り崩し方よね。うんうんうん、人妻がいいっていうなっても、うん、いや、振りはダメやないかいからの、うんうん、そういうことじゃないですか。はいはいはい、そういう切り崩し方があるので、うんうん、そう、一個願望あるんですけど、これをうまくどう、うん、どうやっていくのかが、今後の目標です、僕の。こんなにも主語がなすすぎたら、一応みんな何話してるか絶妙かなと思う。いや、いや、でも別に、やらないんで言いますけど。はい、願望ですよ、はい、だ外ですよ、だから外、うんうん、外、外の話したじゃん、この前。はい、ああ、そうね。そうそうそう、うん、でもダメじゃん。ちょっと青空、青空、青空で、青空でやりたいなってのがあって。わかるわかる、あなたが言ってたやつね、それね、はい、これ願望です、願望。願望、まだやってないですよ。もちろん、もちろん。やってないですよ。なんだっけ、これ、これの やってたら一応、ダメですからね。これの切り崩し方ってある無人島無人島ですね。あー金貯めてやる価値はあるな。で、買ってください、島。なるほどね。島買わないとダメですよ。確かにね。うん、でもね、うん、でもやっぱ、住宅街のとってのがいいんでしょうね、と俺、いつも思います。ああ。ダメですよ、じゃあ。いや、これはあれですよ、だから、正規、正規。あれ、フィクションとして見るならね。そう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 。そうそうそう、それがあるわけで。フィクションとして見るなら別にいいと思いますよ、それ。でもこれをうまく切り崩しながら、合法化できないかなと今考えている所存でございます。無理ですやめてください。下手したら捕まるんで。もちろん、もちろんあんなドストレートにはやらないですけど、いや合法できるんだったらやりますよ。合法ないです。だからないですか。ジャパンにはその場所ないです。そっか、はい、あのドイツの風俗行ってください。あの外でもどこでもできる。そう、それ行ってください。ニッキーさんドイツ行っちゃうと思って。あ、そうなの。車でもダメですよ。今ニッキーさんドイツ行ってるんで。あ、じゃあ完全に行ってますね多分。ニッキーさんっつって、おそらく行ったんじゃないですか。わかんないですけど。わかんないですけど。日さんなんか今ドイツいるみたいな。あ、そうなの。なんかヨーロッパ旅するって言ってた。へめっちゃ面白いなこの人だと思って。へそう。だからした人を見たことはあるけど。俺もあるよ。俺もあるわ、そうだ。うん、トイレだったわ。ああ。あったわ。トイレは別に外ではないからな。別に。でもトイレもアウトでしょ。まあ。もちろん。ダメですよ。あの公共の場でやるのがダメですからね。うん、基本的に。自宅か、そういうホテルか。ちなみに解説するとですね、はい、先生、最近この辺ですね、法整備が結構厳しくなりまして、はい、あの公共じゃなくても、はい、公共でやったっていう扱いになって、はい、多人数とかの場合、はい、しょっぴかれた事件が去年一昨年ありました。とのことです。合法にはまだまだ時間、まだまだです。一緒ないですジャパンの場合はマジでないですよ。海外進出ですね。あ、元市正の、正の海外旅行。海外お前、そのためだけに一回ドイツ行けや。だから風俗行くためだけに。めっちゃ面白いじゃん。今週は元市くん、ドイツの風俗に行くため、ラジオお休みでーす。めっちゃ面白いじゃん。いいで、りょうと来て。りょうとか大河兄さん来てお喋るんです。いいですね。はい、いつか、はい。いつかね。で、また元市から写真を撮られて、りょうとか、うわあ、それっていつかね、いつか。ありっすね。いつかしてください。なんか逆に、ないんすか、そういうの。なんすか。中国いいの？知らん、中国から。なん中国何がいいんですか？何がいいの？中国はいいぞって。ちょっと、LINE で教えてもらっていいですか？なんでって言うよ。たっちゃんさん、LINE で教えてもらっていいですか？ええ。マジで、私物化しすぎだよ。電波を。割った。ないの、なんか。何が？そういうの。なんそういうのって。なんか、そういうシチュエーションのなんか。ほら、あんまないんだよな。なんかもうシンプルでいいの？シンプルでいい。彼女とシンプルでいいんでいい別に、うん、はあ、でいいの。なんかないんか、強いて言えばみたいな。ない。ああ、強いて言えば遠隔バイバイってみたい。ああ強いて言えば遠隔、しかも俺ほんと見えないところからやりたい。なんなら買い違いとこでやりたい。ああいいですね。これはセーフ。遠隔バイバー、遠隔バイバー、遠隔バイバーどうなんでしょうね。チャンさん、遠隔バイバーセーフですか。どうなんでしょう。あからさまにでもそういうことしてるってバレたらダメじゃないですか、うん、したい。まあ強いて言えばですよ、彼女に。うん、でも無理にはやりたくないですよ。あ、無理にはね。いいよって言ったら、いいよって言ったらスケベやーって言われます。なんだお前、なんだお前それ、それなんだお前、ちょっと待ってやお前。何そのキショイ返し、なんだお前それ。でも本当にやりたい、ビールくらいキショイ返しだったんだけど、本当にやりたいって言うんだったらよ、うん、いや、ドゥで帰ろうって言うよね。うわー、ドゥで帰ろう。出た、こいつの。うわ、出た。
こいつ本当にあの前の彼女かそうなんですよ。なんでよ。こんなするんですよこいつ。なんでよ。こんなするんですよ。今時ネットでも何でも買えるわな。こんなするんですよこれ。何こんなするってなんかお前。なんかお前。こんなするんすよ。お前俺のことなんかやばいやつ持ってるよな本当に。いやーもうやばいよ。いやもうやばいよ。じゃあお互い様。あいやでも分かる気持ちはとっても分かる。ああそのそういう感じで言うことはないと思うけど、うん、俺が買うけど、あ自分ででしょ、それ自分がやりたいんだったらあそれなんだけど、そういう感じの言い回しはとってもいいなと思う、うん、どういうこと、分かる分かる、その感じなんかいや自分がこっちがやりたいっつってんのに、うん、じゃやるってなったら、うん、いやが買えよみたいな、うん、なんかこの感じね。お前何に憧れてんの今。この感じね、分かる分かる。とてもいいよね。よくないだろ。とても良きですよね、それね。チェッカーさんがよくねえよって来て。こんな会話でコンビ名オードブル。俺だから言ったさ、俺オードブルとあと一個あったさ、そっちにしようって言ったじゃん。何よ。チンジューポップコーン。あ、チンジューポップコーンね。略してチンポでーすって言うじゃん。最高だな。何がオードブルよ。こんな偏ったオードブルある。まんべんなく喋れるとかってさ、オールラウンダー的な雰囲気出しといてさ、全部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 ゲテモゲテモのしか言ってない。まあいいじゃない。そっか、うん。なんかなんなら俺買いに行く直前まで見とくわ。お店買いに行こうぜっつって駐車場取る待っとくから買ってこいよって言う。わあ出た出た出た。お金渡すよ。つけてこいよっていう。つけてこいよという。あなるほどね、うん。つけるのは自分でやりたいんだ。何か。あつけるところまで見るから俺。あなるほど、ね。俺見るだけ。最終的にスイッチを出してもらって終わり。あなるほどね、うん。あとは俺もポケットの中にこう入れといて、うん、スイッチ入れといて、うん、歩きながらたまにパンと押すだけ。押すかな押さないかなっていう時もずっとそんなの楽しむ俺は。俺はね性格悪いねん。クソだな。わあ。そうそうそう。聞いてるわけでしょ。何がですか。ラジオですか。ちゃんわいちゃんわい聞いてるわけでしょ。どんなっすかね、最近はもう聞いたよ、聞いてない、最近聞いたよって言わないんで。あ、なるほどね、うん、あ、そうですか。キャンさんは、いや、キャンさん童貞だろお前。童貞でも目指すべきシチュエーションがあるだろお前。ごめんなさい。童貞仲間連れすんなお前。もう童貞に優しくなったのお前、なんでか、お前はなんかあったお前。童貞に仲間連れ、童貞仲間すんなお前。仲間連れ童貞になって憧れのシチュエーションあるだろお前。そっか、ごめんごめん。ありますか、あります。ないでしょ多分。でもキャンさんあんまそんなのなさそうだもんね。ないか。もはやファンタジーだと。あれはもはやあんなはずないと。あんな現実はこの世にないと思ってる。ないないあないんだ。現実ない。男と女の子は裸で抱き合うわけがない。そんなわけない。どっから矢生まれてきたわ。ってならないですか。この鳥が運んできた。あ、なるほどね。童貞でした。童貞。推しをやめようかなという。ありがとうございました。すいませんでした本当に。お前絶対しやすこいつ。キャンさんの正しい、逆にないないんすか皆さんの。女性陣はあんまり言いにくいと思いますけど、女性陣も我こそはっていう方がいらっしゃれば、まあいればね、僕はもう優しく受け止めますよ。確かにあんまそんな話聞かないですけどね、うんうんうん、あれば全然入れてください、読むんで、ね、一旦 CM でも挟んどきますか。じゃあメール行きましょうか。あ、メール挟みますか。メール挟む、一回 CM 挟んだ方がいいんじゃない。え、 CM 挟んで取ってどうせ下ネタ終わらないんでしょ。どうせ来るんだから。じゃあメール行きますか。何をもって今日浄化できると思った。お前 CM 一発挟んだごときでこの空気治ると思うなよ。あれ。そっか。そうだよ、それは残念。自分でやっときながらな、大変失礼いたしました。まあ一応話の内容的に一番ひどいのは僕なんですけど、3つ最後がいいよ。これ最後だな。最後がいい。こっちか。はい。長小論文送られてきたのかなと思って俺今。光さんありがとうございますね。あっす、はい。マスケンさん、モコちゃん、キャンさん、リスナーさん、こんばんは。山梨県ラジオネーム光です。あだす。大変なことになりました。実は先週火曜日デイサービスに行ったらクーラーが効かず、窓も開けてる場所が多く耐えられず、頭痛が起きて、おまけにマスクはしないといけないなど、いけないけどしないと職員に、怒られるため、最初はつけたまま息が苦しく限界のため、もう私マスクもしなくなりました。あら、マスク卒業だ。卒業したんだ。あら、冷房設定温度27度で、固定、暑すぎて耐えられないです。山梨県は38度、39度の毎日なので止まりません。暑い。家やボランティアセンターなので快適なのに、デイサービスは地獄です。相談しましたが改善してくれません。ストレスもたまり、これ先週、うん、大丈夫なんですか。
入居者の方は。これでも行った方がいいよな、本当にな。38度なんでしょ、うん、めっちゃ暑いじゃん。だって俺なんか東京行った時が38とか。ああ暑いね。バチクソで暑かったよな。ありえんぐらい暑かったなあれな、うん、だっていやマジでこれはもっと行った方がいいです、ね、俺20度で寝てるよいつも。それは問題また。それは20度で寝て、うん、あのちゃんと毛布かぶって寝てる。普通で毛布ぐらいだったら別に。毛布っていうかあれはあの冬用の毛布よ。それ布団っていう。布団ね布団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 ね。フランフランみたいに言われても。いやちょっとこれはまあまあ、マジで行った方が、もっと行った方がいい。大丈夫な範囲で行った方がいいと思うんですよ、うん、はい。大変だな。大変ですね、体調もあんまりよろしくないということでね。大変だね。落ち着いて、うん、で、はい、いろいろ今活動をされてる中で、はい、あでこれねデイサービス辞めて、うん、これかボランティアセンターとバンフォーレ甲府サポーティングスタッフとボランティアサークルに参加しようと母に話し合いで決めました、うん、これですね、うんうん、バンフォーレやってる。バンフォーレやってる。だからボランティアセンターボランティアサークルとラジオ投稿で、しばらくやっていく予定らしい。ツートップね。ツートップ。このツートラジオ投稿トップに置くんだ。一応ツートップに置くんだ。仕事と思ってるかもしれん。いくらか発生してるのかな。改めてよろしくお願いします、はい、好きなことをしてるときは大丈夫ですが、うん、今はデイサービスのことを考えるだけで腹痛の、激痛になります、うんうん、無理しない方がいいですよ、はい、ボランティアセンターとボランティアサークルで忙しくなりこの生活、この活動をしている場所はクーラーが効いていて快適だしこの活動が忙しく今からなりそうなので本当に良かったと これからの自分の時間も取れるのでゲームをいろいろ買いやっていこうと思います、明日はスイッチの鬼滅の刃買ってきます。長くなりました。ではまたメールします。今日も放送最後までちばりをありがとうございます。お気をつけて。鬼滅の刃スイッチ出た昔に。あそうなんだ、うん、面白い。昔出てた出てた。これは誰さとみさん。みさとさんね。はい、みさとさん。松田さん、元さん、お久しぶりです。みさとです。ありがとうございます。業界開けるな。はい。いいじゃないですか。いきなりですが、実は私は、LGBT の当事者で。ちょっと待ってください。カミングアウト。カミングアウトですね。急だな。いえ、全然、でも周りにカミングアウトすると拒否され無視されます。お、それがありあまり人とコミュニケーションを取ることが苦手です、はい、そのことを昨日リョートさん、ケンさん、そして皆さんにカミングアウトしたら偏見なく受け入れてもらえて本当に心を救われました、うん、お二人は LGBT の当事者が近くにいると嫌ですか。またお二人友達になれますか。いきなりぶしつけな質問すいません。勇気をもらえたので聞いてみただけです。それでまた、全然別に気にしないですけどね。友達にはなれますよ、うん、全然なれるよ。なんだ結構僕は、うん、そういうのに好かれるタイプなんですよ。そういう男性を好きっていう方が結構いいねって言うんですよ。あ、そうですよね。そう確かに元さんはそっち系結構言われるんですよ。に好かれますもんね。ちゃんと俺はちょいちょいちょいって言いますよ。ちょいちょいちょいって言うんですか。無理無理無理と言うでも、ね、無理無理無理って言い方だから。いや言える立場だったね。あ、そうね。あ、もちろん初めての人は言わないよ。初めての人に無理無理無理と言わないよ。付き合うのは無理ね。対象その恋愛対象としては無理。うん、全然仲良くする。あなたはそっちじゃないからね。全然仲良くする。全然な。ちょっと面白いもん、話。面白いもん。話面白いもんな、あいつたちな。両との友達の話がめちゃめちゃ面白いじゃないですか。あいつは。あぶれあぶれ、全部言ってもらって。あぶれあぶれ。だってあいつ、だってあいつ、なんか、あいつだって。やめとこう。あだ名。あ、違う、あだ名じゃなくて。いや、僕の後輩でもあるので、両との同級生なんで。あ、そう。知って、僕は知ってるんですよ。高校時代知らなかったのよ。あ、そうなんだ。全然、あ、そうなんだって、あ、そうなんだ。大人って知ったんですけど。あ、そうなんだ。あいつ、あ、なるほどねって、面白い。全然いいよ。え、これ、わからん。あの、人の話だからやめとこう。やめときましょう。でも、面白い子がいるし。いる、いる。やっぱ、面白いんだよな。面白い。だから、俺、逆にもう、まあ、難しいですけどね。あの、振り切った方が、はい。楽しいんじゃないの。でも、やっぱり。まあ、難しいよな。でも、今日、あのね、今日、基礎練、事務所で基礎練っていうのが。はいはい。で、あのこちょっと真面目な話ですけど、はい、あの新聞、まあ、基礎練の内容から説明しますけど、はいはい、新聞を読んで、その内容を3分間でまとめて自分でトークする、はいはい、でその後1分間にまとめてみたいなトレーニングをしてるわけですよ、はいはいはい、芸人なんでこうレポートとかがあるでしょってことをやってて、それぞれこういろんな記事を読むんですけど、あのハンサムの金城さんが取り上げた、うん、あの記事が、うん、この LGBT の方が、うんうん、ここから真面目な話ね、うんうん、仕事を辞めることになって労災が降りた。おこの理由がこの LGBT が原因だったってことで、はい、まあ、うまくいかなかったんだ。ご自身が同性愛者なんですけれども、はいはいはい、あのそれを会社の面接の時に言ったんですって。なるほど。でもこれは自分がタイミング見て話せる人にカミングアウトしていくので、あ、この
面接した方はあの他の人たちにまず言わないでくださいっていう話をしたんですって、はいはいはい、でもこの上司の方がポロッと女性社員に言っちゃったんですって。あ、まあ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 、そしたらこの女性社員もなんかやっぱこの今ミサスさんが言ってたような、うんうん、こう反応をしちゃうんですって、ちょっとこう避けられたりとか、そういうのがあってで心をちょっとあの、うんうん、苦しくなってしまって仕事を辞めることになったというのを、はいはい、労働基準の方に行ったところ労災が降りたっていう話だったんです。それをこう、はいはい、近所さんがこう取り上げて話してて、まあ、こういう、まあ、言う上司もダメだし、うん、こういうふうにこう別にねあの差別的なことをしてしまうこの女性もちょっとどうかと思うみたいなのをこう自分たちでトークするんですけど、うん、今ちょうどそういう話があって、でも別にそんなさ何もなくないと思って、うん、近くにいるだけじゃないですか、うん、まあまあはい、うん、そんなしなくたってよくないって思ってた時にちょうどこれなんで、うん、今話だった。俺結構だからあの、はい、抱きつかれたりするんで、はい、ちょいって言うけど、そもうノリがちょっと待てーノリができるぐらいまでやってればいいけどね。でもいいじゃないですか、そういう方たちから一応好かれるじゃないですか。好かれる好かれる。どっちからも何も好かれないんですけど、どうしたらいいんでしょう。何ですか、どうされたんですか、急にどうされた。僕は僕は誰から愛されてるんでしょう。ちょっとごめんなさい、急なやつやめてください。ちょっといやだから、ありがとうカズマさん。これ小田の街中でやるなよ。おい、FM のこの前。やめろよあの格好で歩く。あの格好あの本当に小田の街あれだったら本当に俺パッと見やからいるんかなと思ったらキャンさんで言語じゃないばい。びっくりしたんだから。まあミチャさんで大きい声で。まあまあまあ。うん。だいろんなあるわけじゃん今こういうのがあったりとか、まあ、なんだ全然あの優しく来ない人ベジタリアンの方とか、はいはい、いっぱいいらっしゃるわけじゃないですか、まあ、昔だったらもう確実に、うん、イエーってなるパターンが多いわけじゃないですか。まあどちらかというとやっぱそういう時代だったわけじゃないの、うんうん、でも、まあ、ちょっとね人から外れてるものをこう言いたくなっちゃう。そうそうそう、人間の習性でも今ね時代変わってね、いやそんなのも関係ないよってのもあるし、うん、俺も別に多様性だからな、変わらん。それを縦にやってくる人はちょっと困るよ、うん、ベジタリアンとかの人で、うん、もう言いたいことは分かる、分かるでしょ。それはちょっと困っちゃうよ俺もって。それ、まま、それは反論しちゃうよどうしてもってなるけど、うん、別にお前が肉食わんのは別にどっちでもいいしって俺思うし、うん、別にいいさって強要もしないしもちろん、うんうんうん、ただでそれを武器に来られたら、うん、待て待て待てとは言うけど、うん、だ別にだからそのもちろん僕も結構言われるんで、うん、別にいいですよもちろんもちろんね、うん、いやいやそれ以上はないよっては言うけどもちろんね。こっちは全然ないから俺はね、はいはい、でそれをだから、うん、武器にガーって来られると、うん、いやちゃんと俺は言うけど、ね、俺はね、うんうんうん、別にそれこそ対等なんじゃないの、はい、と思ってるから、うんうんうん、あ別に言う分にはいいですよ、ああありがとうございますってもちろん言うし、うんうん、楽しいし、うん、でもそれ以上が来たらいやちょ待てって言うけど。いいんじゃないですか別に、はい、どうせ同じ人間になったし、うん、最終的にはな、うん、いいんじゃないですか、好きなもん同士で、はい、好きなことしちゃえば、はい、その辺結構沖縄の人って寛容らしいね。ああね、ああそうですか、うん、まあまあまあそうなんだね、異国すら受け入れてますからね一応。うんうん、おいっす、あるんでしょう。あ、こっちだ、こっちか。じゃあ、今日のラストね来ました。はい、オードブルのあたりさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、先週に引き続きこんばんサーズデー。こんばんサーズデー。ゆっくり成長中の7代目。何をよや、分からん。何かよや、何かが成長してる彼女は今。何だお前。何かよ、先週お二人が仕事何してるのって言ってたから、ああ言った言った、おちえるんるん、カビルンルンみたいな。じゃあ大丈夫です、ね、今じゃあこっからの4行読めんやしょ、削除ですね、なんで。私はお仕事というよりか作業所で作業してるよ。お仕事、それを仕事って言えばよ。お仕事だよ。最後に、最後になるよ。早っ教えてんし、そしてほとんど。何？最後にメール投稿復活したら、なぜこの番組にメール送るのか、いつからこの番組聞いてるのかなど、メールで送れたらなと思って待ち。ということで、終わりんご。一つの時代が終わりました。最後に2チャンネルみたいな。終わりんご、うんごんご、また一つの時代が終わりましたね。終わったです今。YouTube でまとめ動画になるか、ならんだろ。2ちゃん、2ちゃんな、最高。僕とキャンさんしか見てないと思います。
分。あ、で、あの、なんすか2チャンネル、今5チャンネルなんですね。あ、5チャンネルですね、はい、だ僕あのね、うん、あの納車場の時があったわけじゃないですか。納車場、あ、車場に出れない時があったわけじゃないですか、5日間。納車場すごく分かりにくいですよ。シャワーに出れなかった。家に軟禁されてた時期な。監禁されてたの部屋で。軟禁、軟禁。監禁だったらもう手足つながるエグゾディアみたいな感じになるから、お前。部屋でモコゾディアのカード作ってもいい。お前部屋軟禁時代があったんですけど、僕、今、僕の中でね、好きな女芸人さんっていうのがあるんですよ、僕の中で。はい、今、小田上田の小田さんが、もう駆け足で急上昇してまして、はい、大好きなんですよ、小田さんが。はい、とっても可愛くて。織田信長ね、うん、織田信長さんね、天下統一失敗したんですよ。ダメじゃん。織田さんがとっても好きで、織田上田というね芸人さんが、この前も、うん、先週か来てたわけでしょ、沖縄ね、アウトプットライブしてましたね。なんだろう、俺その後の、うん、なんかラジオみたいのがあったんですよ、 YouTube で上がってたやつ、聞いて楽しかったですよ、沖縄での話、織田さん。あ、そう、可愛かったですね。で今織田上田のちょ、キャンさんに後で見てほしいんですけど、こいつが好きそうっていう顔です。いやいや、いやみんな検索で分かるだろ、織田さん。織田上田の織田さん大好きで、はいはいはい、まあそれ、あ、見に行った、いいな、いいね、うん、あの二人どしもなんですよ、とっても。あの二人じゃないですよ、上田の方でしょ、だいぶ。いやでも、うん、織田さんも、うん、それを楽しんでる節があるんですよ。あいつはどっちもしもなんですよ、もう。お前、いや上田さんは、うん、もうバケモンよ。だって正義貪欲よ、カツラかぶったらほぼお前もうとても正義貪欲な方だな。お前と一緒だもんな。白石があのラブマゲドンあるじゃん、ロンハーの あれであの、トロサムの久保田さんとカップルになった時に、うん、だ、はい、その上田さんが5チャンネラーだから、はい、キッスの2チャンネラーで5チャンネルにスレッド立ててみたみたいな、はいはい、織田上田の上田だけど質問、はい、お前ら質問あるんかみたいな、やって、あのトロサーモンの久保田さんとラブマゲドンで結ばれた時どうだったんですか、はい、濡れて濡れてたって言ってこいつ面白いと思ってモンスターやないかいと思ってお前もな、バケモンいるなと思って、お前もお前もで、うん、その織田上田の見てみ、お前のこの話のおかげでピントずれてよ。織田上田の、はい、チャンネルでも今確実にもう、うん、トップで面白いのが、うん、しこり警察っていう、はいはい、皆さんあのこの放送が終わった後、織田上田さんの YouTube チャンネル、はい、ぜひ登録していただいて、下ネタ好きな人、好きな人、ね、僕らのモザイクか、モザイクか、薄そうでいいか、でもこれで、ね、だいぶ薄モザイクなんで、あのあほぼ男子がだいぶ後半するタイプの、なおさんは織田上田が無理だということ。織田上田無理で俺らいいってどういうことだば。俺らあそこまで行ってないよ。そう、うん、単独広かったか。そうか、まあまあいいんですけど、うん、だからその織田上田の、うん、後で見てください、皆さん。あの、織田上田のチャンネルで、しこり警察という。しこり警察。あの、男子、男芸人。まあ、大体男芸人。に、片っ端から電話をかけ、はい、お前ら、今、しこってるかっていう電話をする。質問するだけのな。で、いたら、うん、しこり警察ですって言ってから、うん、逮捕するっていう。意味がわからないですよね。で、これの第2弾が俺好きなんですけど、第2弾。第1弾あった上ですよ。はい、第1弾があった上で、はい、第2弾は、うん、あの、普通に言ったらもうダメだと。もう一回やっちゃってるから、うん、第2弾は昨日のおかず何っていう質問にするっていうね、なるほどね、はい、でハンバーグとか答えた場合 場合はでもそれを求めてると2人は、はい、ハンバーグって言ってほしいと、みんなが食べた夕飯を知りたい、うん、昨日の夜の、うん、でもその中ですよ、はい、乱行とか言ったら、はい、はい、しこり警察ですって言っておとり捜査入ったあるな、そうこれ面白いなっつって張り込んだあるな、これを、そんなネズミ取りみたいなのが困りますよ。これをですよ、女性がやるから最強なんですよ、これ、わかりますか、この女性がやることによっての、はい、もう、パワーバランス崩れちゃうよと、下ネタ界の。あなたが下ネタ界の何を知ってるんですか、あなたが。あなたごときが。もう、困っちゃうと。そんな面白いことしたら、はい、女性が、はい、しこり警察でっつって、うん、お前気のしこったんかっつってダメだよっつって、うん、面白いに決まってんじゃんっつって、面白いです、あれ結構面白いですよね、はい、あとは何だったかな、ねちょっとあの正式で急にもう下田の話すぎて正式な話したんかなと思ったら、あちなみに、うん、先ほど、うん、たっちゃんさんから、はい、中国はいいぞということで、あなんでですか、 LINE が入ってました、はいはい、こういう LINE が入ってました、なぜいいのかという。へえー、そうなんだ。あれまあまあ。へえ。あれまあまあ。言えない。
言えない。残念なこと言えない。言えない。マジか。キャサには後で言いますよ。キャサには後で言いますよ。しかも小田上田の YouTube チャンネルの名前聞きます？うん、なんだっけ。小田上田総合案内所ですよ。もうこいつさ、お前ふざけんなよ。総合案内所はまだ大丈夫だよ。無料案内所だよ。おかしい。で、最近の小田上田が多分推してる、はい、あれなんでしょうね。あの、目撃情報だけで上田の全裸をかけっていう。全然意味わからんこと言ってて。言ってるよ、こいつらずっと。意味が。調査、はし、かっこ調査協力、かっこ閉じ、爆乳モンタージュ、かっこ小田上田。ちょっと、それがわかんないです。ごめんなさい。マジ何言ってるわ。ごめんなさい。マジ何言ってるわ、ごめんなさい。ちょっと、これ以上。あ、これが一番人気なんだ、今。何？しこり警察負けてる。何が一番な？再生回数、一万回差。モンタージュが一番モンタージュが今一番上がってる。そうなんだ。あら何やってるわ、こいつら。わかんないです。そうそう、これね、小田上田の、教育ラジオっていうのが。教育ラジオ148回目沖縄編でした。教えるとかじゃないだろ、教育、今日行くんだろ多分。教育ラジオ昇天する話だろ。最高でした。小田上田さんがもう、はい、ドーンって来てずっと見てました。もうあの、うん、家で必須することなかったんで。あ、いやーちょっとはこれは困っちゃいますね。しこり警察に逮捕されたいタイプでしょ。あーぜひキモリーチ一発キモマイナス4000点ですバップです、あなた。あー、いや、ちょっといい企画だよね。女性がやるっていうのはまたいいですね。いや、またいいですよ。今日はちょっと久々に霜だけの話でしたけど。今日霜だったなぁ。だいぶ霜だった。全然関係ない話だけなんですけど、うん、はいはいはい。この前、エンダー行ったんですよ。エンダー W。エンダー W。はい。牧港の。はい。で、夜中、もうどうしてもルートビア飲みたくて。ここから全然エロくない。うん、どうしてもルートビア飲みたいっつって、うん、エンダー行こうっつって、うん、ドライブインですよ。はい。でドライブインで頼んで、で、あの来たものをね、うん、あ、うまい、まあ、運転せずにもうそのままちょっと持ち帰らず食おうっつって、中でもう車の中で、はいはいはい。でもう僕はもう満腹ですよ。もうルートビアも飲み、はい、いいじゃないですか。もうないろいろ食って、はい、したら、はい、ちょっと一服してえなっつって、はい、車の中で、はい、ちょっとだらけてえなっつって、ちょっと休もうっつって20分30分ぐらいは、うんうん、まあね、夜中だし、うん、他ね、お客さんもそんなにね、いないから、満車とかじゃないから、ね、別に混んでるわけじゃないから、ちょっと申し訳ないっつって、ちょっと休まし、ちょっと休ましてくださいっつってね、うん、でゲームでもしながらね、ちょっとタバコをね、車の中で吸いながら、うん、ルートビアの飲みはもう最高だなって言ったら、だから2、30分いるわけですよ、車の中にね。そしたら、最初僕の料理を持ってきた、店員さんと別の店員さんが僕に近づいてきて、もうあの8人分ぐらいのエンダーの量って何時ぐらい？2時半とかです。夜中2時半。8人分からん。でもあるんですか？確かに横目で見るとちょっと遠くにでっかい車ありましたよ。はい。わかんないですけど、家族連れなのか2時半だからわかんない。わからんけどね。わからんけど、何がどうかわからんけど、多分みんなで遊びでんだろうなと思ったら。僕のところに来るわけですよ。ほう、頼んだんじゃない？頼んでないんですよ、僕。え、まさか。で、ドライブインだから、はい、あ、間違えたんだよと。番号とか。番号って。はい、で、本当に来よったから、うん、僕もちょっと窓をウィーンって開けて、うん、あ、僕、もう食べましたよって、うんうん。今思ったら、僕食べましたよって返しもおかしいなと思うんだけど、本当にちょっとパニックっちゃって、はい、あ、え、くるくるくるっつって。うん、なんか開けてすぐ、あ、僕食べましたよっつって、もう僕料理届いたんで、食べましたよっつったら、注文してないですよ、でいいですけどね、僕食べましたよって返しちゃってそしたら、えって顔して、いや、もう俺しか乗ってないのよ、車、うん、なんか嫌じゃないわみたいな顔するわけよ、うん、頼んだでしょと、多分あの人はこの番号だと、もう、はい、16番だと、はい、もう確信を持って歩いてきてるわけですよ、はい、何が食べただと一回練習しろよと。この8人分の量どうすんねんと。えみたいな顔されて。いやいや、だからって、うん。すいません、僕もう大丈夫。うん、もう注文して、うん、届いて食べてるんで、うん、大丈夫ですっつっても、はい。これ3回ぐらいラリーして。うん、ちょっと、つって、戻ってって。納得せず。納得せず戻ってって。うん、で、また俺の前を横切り、うん、ちょっとチラチラ見ながら、うん、あ、多分奥だぞっつって奥行っちゃった。デブの損するエピソードね。なんだバトン。デブゾンの。なんでわ8人分、ほんとこんなくらいのや
せめてラジオだから言葉で伝えない、両手いっぱいいっぱい持ってたんだろ。なんか死に持っててからなんでよと思って、デブ損する時もあれば ラッキーな時もあるなっていうのはありますけど。どっちが多いの？あ、ラッキーが多いよ基本だって。あ、そう、食い物系は。へえ。基本は食べなさいだから、仮名だから。でもそれは沖縄なんてどこでもそうじゃないですか、大体仮名仮名。あ、だそれの、うん、もう覚醒版ですよ。何ですか覚醒版って。だからあの言ってたじゃないですか、昔中部農林っていう高校だったんですけど、はいはい、相撲部がめっちゃ強いんで中の。あ、はいはいはい。で、ね、僕の周りも相撲部いるし、うんうん、友達に相撲部いるし、うん、で、僕は絶対売店で買うんで、学校に料理、はいはいはい、飯売りに来るじゃん、はい、おばちゃんとか、おばちゃんがね、うんうん、来る。だから必ず買いに行くんですけど、必ずね、うんうん、僕はそういう家庭だったんですけど、はいはい、弁当じゃないパターンね、はい、で、おば二人の場所があって、はい、もう相撲部には、うん、料理とは別で唐揚げとか、はい、ペペロンチーノあげるっておばがいたんです。ちょっと唐揚げとペペロンチーノ差ありすぎじゃないですかね。え、唐揚げペペロンチーノぐらい分かりますけど、軽いペペロンチーノ。あんまりペペロンチーノ軽くないですよ、だって炭水化物なんだもん。でも相撲部だから食べるでしょと。そう、俺ずっともらってた。相撲部じゃないのに。ずっともらってた。あの時からお前詐欺してた。詐欺。ずっともらってた。お前ちょ、だっておばあげるんだだだーって言ってた。ありゃすーって言って、僕相撲部じゃないですよって言えばいいっす。こういうのは得するよねっていう。得なんか美味しいわけよ、これがまた。それしかも、うどんわけよ、普通には。あ、おばたよ。おばたこれあげるよ、でも。美味しいのによ、ペペロンチのウランバーよ。そう、このおばたよ、と思って。じゃあ、もらいますよ、つって。なんだこいつ。相撲部じゃないけど、ずっと待ってました。あ、そうっす。悪いっすね、あなた、やっぱね。いや、悪いっていうか、あげるもんだって。多分、とりあえずデブにみんなあげてるはず、一応。太らしてるな、あのおばた。とりあえずデブみんなにあげてるはず。中部乗りのデブはあのおばたが作ってるんだ。最高でしたね。なるほどね。まあまあまあ、こういう。なんか長文で大丈夫ですか。はいはい。あ、みそさんはもう先に抜けますね。あす、また、はい、ありました。受け入れてくれてありがとうございました。いえいえ、あす。いつでも来てください。大志さん、はい、前の職場で夜勤明けに食べるハムチーズサンドと夜勤明けに飲むルートビア最高。いい、ね、ルートビアいいんだよな。それ食べながら車の中で日朝見たり FM ギナンとコンサルの番組を聞いて移動してはギャラリー見学しました。夜勤明け、あ、いいですね。あす。いいじゃないですか。あのね、無性にティンクルちゃんも最後の一言、どうでもいい話だけ、私エロ赤にフォローされました。ごめん、また聞いてたらさ、はい、なんて名前かだっけ、そのエロアカの名前が。エロアカの名前。お願い。最後に間に合うだったね。間に合うだったね。あ、そうなの？うん。そうなんだ。まあ、俺は飲めないんだ。なんで沖縄にいんのよ。わからん。飲むチャンスいっぱいあるよ。ね、だこれ、僕めっちゃ好きなんですよ、ルートビア。うん。好き？いや、俺炭酸が嫌い。あ、そうか、お前無理か。俺炭酸嫌い。ルートビア絶対お店で飲んだ方がいい。最高っすよね。まあ、そうでしょうね。あれ、いや、あれ山形帰りますってよ、お前のせいでよ。違う、ってマネージャーがいなくなるな。言ってんだろ。飲んで。美味しいです。はい、じゃあ今度飲みに行きましょう。缶のやつ甘すぎる。そう、缶のやつ甘いわけよ。へぇ。でもあの甘さが欲しい時もある。へ、でも、この前は、あの、店のルートビアが飲みたくて。そう、違いがあるわけよ。めっちゃ。うん、そう。ずっと興味ないな、こいつ。俺、縁台っていつもお飲み物を当てれて、ウーロン茶でって言うとるから。あと1分ですか。あ、ティンクル、間に合う、ティンクル間に合う、エロか、ルートビア飲んだことない。ということで、ライブは近々ありません。8月かな8月です。はい、また告知します。はい、よろしくお願いします。オレンジもうまいんすけど、はい、分かるぞ、オレンジうまいんすけど、はい、あのね、ルートビアを飲みたくなる。言っとくよ、エンダーはウーロン茶一択だから。いや、それはない。ほんとに終わってる、お前は。オレンジから。お前みたいなやつに傷つけられる、俺も労災出すわ。どうぞ。オリンと思うから。いや、本当にどうにかする俺。ウロバツだね。一時期ご飯食えたらよかったよな。あ、そうなんですか。ああね、ありましたね、ロコモコみたいなね。あったあった。あれ美味しかった。弁当見える。弁当見える。弁当見える。はいはい、ありましたね。美味しいっすよね。まあじゃあ、はい、ツイキャス上で間に合えばチャンナナのエロが聞きたいと思うんで。多分覚えてないんじゃないかな。はい、じゃあまた来週。はい、すいません、今日はありがとうございました。はい。また来週。バイバイ。バイバイ。ルートビアが飲めるか。でも俺コーラも飲んでみたくないだろ。だって一回ちょっと本当にまだコンビも組んでない、うん、出会って1年目ぐらいの時に、うん、ちょっとありがとうございますってなんか車のことやってもらったんかな。なんかやったっけ。やってもらって気ぃ利かしてよ、うん、10代だから、うん、気ぃ利かして、あっさあさあさあつけさあっつってその時ガーデンレモンティー買ってね。ああもらった。もうアンパイだと。あ、もうこれは私にもなります。あ、そうなんだ。あ、ちょっとこれ俺飲めるやろお前来たやつって
いつはっつって飲めやっつって、いや大丈夫です、俺飲めないくんです、俺飲めないくんです、こんなやつがいると気持ちだけで、これがあれですよ、炭酸と炭酸嫌いの同級生にいるから、コーラ飲めないやつがいるから、あそういう人もいるんだとあるし、まあ、お茶水安杯だけど働いてもらってるから当分欲しいでしょと、もううちなんちゅう飲めないやついないだろと、ガーデンレモンティーちょっと待ってますけど、はい、紅茶ガーデン飲めるやついないだろと、おいしい高いっすお前出た時の俺誰とも喋ってないから、高いっす俺の情報がないんだよ、ホントや今でも少ない方が取ってるからな、ボケっボケっつって、10代だから、うん、ボケこら覚えときの黒パンクさせるから、なんだろこいつ怖っ、ちょちょちょ、あのキャップ外して少しずつ空気、そう怖っ、パンクじゃない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 、空気入力セーフビデオ、セーフビデオ、怖っ、方法は知ってる、しかもなんか何がコーヒーの前よ、カフェラテだもん、あカフェ、あブラックの話、ブラックの前、ブラックブラック飲めないんだもん、飲めるけど飲まんよな、胸焼けする、あの味が嫌いとかじゃなくて体があんまり合わない、あれコーヒーはアルカリ性だから、うん、いいやあれ、はい、あのアルカリ性だから、あれそうそう強いんですよね、だから内臓そんな強くないんですよ多分、僕が言うのもあれですけど本当にめんどくさいんですよ、もう死に困る、なんか、うん、もちろんお礼する時だってあるわけで、だからなんかの時、ね、もう狭まりすぎて本当に困る、こいつ普通にやってほしいんだけど、こいつチョコかカフェオレかしか受け付けないんだ、カフェラテ、カフェラテ、甘くカフェラテしか、仕事なこんな困るやついると思って、困らんだろ、決まってるやし、選択肢がいろいろ困るやし、決まってるやし、チョコレートこれ渡して何やったってやったこと言うんだよ俺アホみたいな顔して、ありがとうって、マルボロが甘いです、キングのこの前のチョコのお酒を美味しく飲めた、あ飲みました、めっちゃ美味しかった、あれあお酒っていうかあれそうか、ノンアルだったよ、ノンアルノンアル、めちゃくちゃ美味しかった、まあ、劇場は、僕が軟禁されてなければ出る予定です、8月今月は、うん、そうです、ないですか、軟禁されてなければ、軟禁されてなければ出ます、でもまたねメンタルやむ可能性、その前に M1 があるんで、 M1 があるんか、だから M1 落ちてたらメンタルやんで出ないかもしれないですよ、 M1 落ちてないです、 M1 落ちたら出ないですよ、メンタルブレイク、メンタルブレイクする次は2人ブレイクするかもしれないですね、その場合はね、オードブルマーっつって、で野菜もそんな好まんじゃん、生野菜はあんま、で生魚も食えないさ、生魚もで果物も食えんさ、果物はもう絶対無理、どうなってんのって思うけど、分かりやすいです、肉渡してきて今やありようかな、はい、メール、あ、メール、はい、いいっすよ、あ、沖縄です、あー、オードブルのもとしくん、松田さん、キャンさん、こんばんは、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、小田上田総合話者 YouTube チャンネル登録してきました、いや、ツイキャス出たのこれ始めた、いや、メール送ってくれるだけありがたい、俺のモーニングエイトも読んどいた、読むなんでいいよ、あ、予約どっちかにお願いしようと、あー、ありがとうございます、じゃあメンタルブレイクするかも、してる場合は伝えておきますマネージャーに、あ、じゃあ、あれ吉川さん、もう当日どっちかの名前言ってください、あ、そうですね、はい、ありがとうございます、好きな方なの、ぜひちょっと出る予定なんで今のところ、はい、どうなんですかね、何が今日は結構カミングアウトしましたけど、はい、いいじゃん、大丈夫ですかね、大丈夫です、別にこれあの、これで顔ファン減らない、いない、えぇ、顔ファンいない、いやいや、オードブルがビジュアルで売れようとすんな、こんな話しかしてなくてな、こんな話しかしてない、デブとメガネが、デブとメガネがビジュアルでどうにかなろうと思わんけ、顔入るってよ、顔入るってよこいつだ俺の自撮り名前持ってれば今ライブ会場のあたりまで自撮りするんです、かいやね、だからもなんですか、ね、あと1個ぐらいいいシチュエーションがあるんだけど、なんすか、あとこれは言えない、30秒ラクレットチーズこれいつしかはぁ、しんどいっすね、あれは願望よ、ええ、願望だよ、願望だよ、お年さん、はい、戻した、はい、必死に言えばいいんです、じゃあ皆さんまた来週お会いしましょう。
クルトチーズで終わるよ絶対に。さっしーはチェックアウトだな。願望です。はい、正義です。最悪ね、AV のタイトルだけ教えてください。また来週、バイバイ。戸田誠を検索してください。